俺たちは忙しいんだ。おめえが帰れ。こんにちは、こんばんは、ジャイです。今日もね、ドラゴンクエスト 11S 続きやっていこうと思います。最初の画面でも説明があったように、前回から少し進めて、今デルカダール城下町に来ています。今から少しこの城下町を探索していこうと思います。おー、曲芸師みたい。ほいほいほい。で、神は信じないからいい。あ、クエスト。町の西側は文字を見たか、東側。なるほどね。音楽隊？よっ、めっちゃ踊っとるやん。ん？めっちゃ熱愛やん。熱狂的なファンがいる。白い人は話しかけられないのね。みんな見てくれ、みんな見てくれ、変態がいるぞ、ここに。こっちを見るんだ。おい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 、そんなミュージックよりこっちの方が気引くだろう、普通。なんてことだ、そんな空気か、私は。もうどれどれ。あ、お前はオープニングにいた。あ、近寄ったら消えるんや、この子。あ、赤い本。しめしめ。これか。スレッドや。人の宝から家宝を取っちゃった。器用さの種。おお。あ、器物損壊してもた。万物草。愛と信頼のゴールド銀行へ。ないの？なんだここ、廃れてやがるな。なんだ、にぎやかじゃないだろお前。何嘘ついてんだよ。いや、子供に気使わされてどういうことだよ、この酒場は。子供、これ、うん、酒場なのこれ。ちょっと待って、これ酒場で合ってるかな。見つけたけど、あそこの家のあそこね。どこや。あ、おっとおっと、メアリーなしが。
猫綱？将軍の話や、うんうん、お金持ちの家にはいっぱい物が隠されてるかもしれないな。2階も邪魔しようかな。高そうな壺？艶やかやな。どっか入れるとこないんかな。これほとんど入れないんだね、ここの家は。綺麗なお城、キングリドラみたいなのがおるよ。え、ドクロ？趣味わしなんやこれ。頭にリンゴ乗せてるけど、まあ、確かに売ったらかなりお金になりそうだね、あれは。あ、もう王様には近いぞ。待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ。勇者と呼べ、このクソジジイ。ふざけたこと言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。おめえ何笑ってんだよ、ヒゲジジイめ。さあ、とっとと帰れ。俺たちは忙しいんだ。おめえが帰れ。何？その首飾りを王に見せたいと思うんすか。わかった。待っておれ。先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。私が待ったわ。デルカダール城についに入ってきた。ピンクの人、ルクズの、ありがとうありがとう。すっごー、ついに王様に会える。たち見てんじゃねえよ。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。ユグノワの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。
今日は記念すべき日、ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。時に勇者よ、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。なるほどな、医師という村か。ホメロス、しかと聞いたな。はい、しかと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。ホメロスよ、分かっているな。あとは任せたぞ。はまさか一人で乗り込んでくるとはな。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。え、なんでそんなこと。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者。勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者。勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運でやったな。よし、この者を捕らえよ。え、嫌いやってば。医師の村か。お前の言ったことが真実か、3日もすれば分かるだろう。3日もすれば探索に出たホメロスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔の子よ、お前の命もそれまでと思うがいいだろう。ちょっと捕まったんすけど。牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。ところでお前、何をやらかした。ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。暴れてた若者？なんだって。自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。マジっすよ。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。
俺の前に勇者が現れるとはな。全てはあの予言の通りだったってわけか。来な。ちょっと待ってろ。貴様は、どう？殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。それからこれ、お前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいたぜ。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば百人力だぜ。さて、他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけてくれ。この人が相棒になる人かな。めっちゃいい声しとる。かっこええ。準備ができたらなんか持っていくもあるんかな。宝箱、鍵もらったらいいかな。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺はお前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はねえ。さあ、お前から先に行きな。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。地下水路。今日はこの辺で終わります、うん、それではご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、ジャイでした。バイバーイ。